無沙汰をしております、奥方殿。麒麟丸か、久しいの息災か。おかげさまで、奥方殿は相変わらずお美しくいらっしゃるようで何より。世辞はいらぬ。それからその呼び名もやめよ。もう遠い昔の話だ。姉上がいろいろ迷惑をかけているようで。相変わらずだな、ゼロは。殺生丸の娘たちにいらぬ手出しをしているようだが、何が面白いのか。面目ござらぬ。は、好きにさせておくがよい。小娘どもがどうなろうと構わぬし、ましてや汎用ならば生き残ってこその進化だ。それは行幸。あの娘たちにつけ狙われている身なれば、無傷で返すというわけにもいきませぬゆえ。ところで、時の風車はずっとあのままで。動いておらんな。ここ数年アクルの姿も見かけておらぬ。殺生丸もアクルの風車が見つからぬようで難儀しております。殺生丸には身の丈に合った暇つぶしであろう。ですが本心では娘たちの世話を焼きたいのではないかと。まさかそれはありえぬ。それではまるで人間ではないか。確かに